供が餃子に食われるぞ。逃げちゃいかん。俺たちであの子供助けるんだ。いや、そんなこと言ったって兄貴を。頼りないな。よし、俺一人で行ってくる。さっきからあの怪獣をギャオスって呼んでるけど、なぜだい？うん、僕が名前をつけたんだ。だって鳴き声がギャオって聞こえるもん。まあ、エイチったら。あのギャオスの超音波は、鉄でも石でも、まるで紙のように切り裂いてしまう。あのガメラでもかなわないでしょう。嘘だよ、嘘だ！ガメラは世界中で一番強いんだ！